どうも、ベレスパース書いていきたいと思います。ハイハンツアップ、第一ふるさと高校のサイドバック、こちらについてデッキ編成のお話などをさせていただこうかなと思っております。まず、第一ふるさと高校で大事なのは、得意練習としましては、ディフェンスとテクニック。この得意練習がかなり大事になってきます。まあ、筋力、敏捷、精神はディフェンスで稼ぎまして、技術はテクニックで稼いでいくという編成なんですけども、自分の目安としまして、ディフェンスキャラは最低でも4体は入れたいかなと。4体ぐらい入れると結構ディフェンスにはまってきます。で、デッキパワーに不安がある方は、まあ、5体ぐらい入れてもいいのかなと考えております。で、そのディフェンスを大量に入れるときに大事になってくるのは、やっぱりディフェンスとテクニックの両方ともの得意練習を持っているキャラ。まあ、これが結構大事になってくると自分は考えております。で、そういうキャラって、この画面にもいます。高山くん。で、堀場くん。で、あとは司。で、あとここには入れていないんですけども、カーン。この4体が、そういう、キャラなんですよね。うん。で、特に押させていただきたいのは、高山。そして、堀場。まあ、なぜこの2体を押すかと言いますと、まあ、テクニック上限解放持ちなんですよ。うん。しかも2金得。堀場の方は2金得確定。まあ、これはね、かなり、査定においても強いし、ありがたいのかなと。まあ、堀場の場合ね、正直ね、うん、金徳が、ボランチでかなり、強みを発揮する金徳なんですけども、堀場の場合はもう一個、高山と違って、機械っていうものづくりの特性もあります。まあ、機械キャラね、1体はデッキに組み込みたいんですよ。でも、ディフェンス、テクニックの強いキャラって、土木、そして畜産、この2つに集まってるんですよね。うん、機械でなかなか、入れたいっていうキャラがいません。まあ代わりで言いますと龍崎とか、あとはあれか、チャイナドレスの本願中、まあその辺が機械キャラなんですけども、結局1金徳で上限解放なし、まあ古いキャラとなっておりますので、まあ堀場は結構必須になってくるのかなと自分は考えております。で、高山の方も、まあ自分はいつもフレンドで50の方借りさせていただいているんですけども、得意練習頻度4、まあ第一ふるさと高校で得意練習が上がると言われても、やっぱり元々の得意練習も結構大事なんですよ。うん。まあ、それを考えると、まあ、自分は、高山、堀場、まあ、この辺は抜けないのかなと考えております。まあ、そのこともあり、まあ、自分は新キャラ、まあ、3体実装されましたよね。ゆずき、飛びた、種まき、実装されたんですけども、ゆずきは必須キャラとして入れたい。でも、飛びた、種まきは片方でいいと考えております。まあ、自分の動画見てもらったらわかるんですけども、基本的に片方しか入れてません。ゴールキーパーの場合はね、堀場くんは正直デッキに入ってこないと思ってますので、うん、種まき、そして飛びた、両方とも入れることが可能です。ですが、サイドバックの場合は、どちらか片方と考えていいと思います。で、どちらを選ぶべきですかと考えるときに、まあ、後イベで、まあ、ゆずき入れますよね。ゆずき以外のキャラをディフェンスで埋めるのか、テクニックで埋めるのか、まあ、それでだいぶ変わってくるのかなと考えております。なので、まあ、その辺と合わせて考えていくべきかなと思ってます。で、よくね、自分に質問があるんですけども、ガチャを引いてません。第一ふるさと高校のガチャを引いてません。このうち3体、どれを借りた方がいいですかという質問がよくあります。まあ、自分は、それについて、ゆずきを借りるべきだと思ってます。まあ、それはなぜかと言いますと、まあ、この高校って、やっぱりディフェンスタックが強いんですよ。筋力、敏捷、精神を稼ぐディフェンスタックが強くて、技術がかなり稼ぎづらいんですよ。でもサイドバックってテクニック上限もあり、かなり技術を稼がないといけない。まあそのこともあり、ゆずき、こいつが実装されたのかなという形です。このキャラを入れてものづくりをすることにより、特別なワッペンがゲットできるんですよ。ゆずきちゃんのワッペンと言いまして、こちらのゆずきに、技術ボーナスがどん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 加算されていく。まあ、プラス30とかまでいけるのかな？もっといけるのか？ちょっと上限はわかりませんが、まあ、ゆずきちゃんがどん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 パワーアップしていきます。なので、最後の方でね、ゆずきを含んだテクニックタック。まあ、これを踏むことにより、もう多量の技術を稼ぐことができるんですよ。まあ、テクニックの、タックボーナスが伸びるわけではないので、技術しか伸びませんが、うん。敏捷はね、ディフェンスで稼ぎます。なので、自分的には、うん、ゆずき入れるべき。で、ゆずきプラス、まあ、テクニック3体ぐらいは欲しいよねっていう感じかな。
まあ、2対2じゃちょっとね、上限まで上げれる技術は稼ぎづらい。まあ、ゆずきがバンバンずーっとテクニックにいてくれるならば別ですけども、ゆずき、高山、堀場。うん。これプラス1体いれば最高ですけども、最低でも3体は入れたいかなと。で、高山、堀場、持ってない方も多いと思います。そういう場合は、司とか。まあ、高山がいなかったらカーンでもいいです。うん。なぜここにカーンを入れてないんですかと言われますと、高山と金徳被るんで、自分はこのランには入れていません。ですが、高山が持ってない場合はね、カーンでも全然問題はないと思いますので、カーンを入れてみてください。で、ものづくりの関係の技能。まあ、先ほどちょっと、機械は一人は欲しいよと、堀場くんで言いましたが、まあ、それで気にするのは正直俺は機械だけでいいと思ってるんですよ。で、種まきの、まあ、農業も欲しいっちゃ欲しいです。欲しいっちゃ欲しいんですけども、まあ、自分が考えたルートであれば、種まき、主人公、それだけでも一応農業はクリアできるんですよ。まあ、ゆずきちゃんをかなり農業枠として使うんですけども、うん。クリアすることは可能です。ものづくりを、こなしていって、7個ぐらい金得するのは、ほぼほぼできると思います。うん。8個となると、すごいね、練習後イベント引かないといけないんで厳しくなりますが、うん。7個なれば、種まき抜いても全然問題ない。てか、農業いなくてもいけると思ってます。まあ、結局、まあ、昔ほど、技能にこだわる必要はなくなったのかなと。まあ、でも機械は一人は欲しい。っていうぐらいかな。うん。そんな感じです。あと、この高校の後イベ。後イベはすごい迷いますよね。前イベはね、本当に高山、種まき、飛びた、そして堀場。この4体とかが引き、いるので、もう選択はその4体からっていう感じになるんですけども、後イベの方は、うん、やっぱ査定重視で選ぶっていうのが大事かもしれません。まあ、その中で、まあ、プジョルは一番いいよね。うん、ディフェンス上限あるんで、やっぱ査定的には高いです。うん、特に種まき、飛びた持ってない方はこちらのキャラを入れないとディフェンス110になりません。うん。まあ、それもありまして、プジョルは入れたいなっていう感じ。プジョル、ゆずきときまして、残り1体。まあ、この辺ね、ゴーダとか、まあ、安いとか、あとは、ボヌチとか。まあ、この辺、2金徳持ちです。2金徳持ちで入れさせていただきましたが、自分的にはね、こういうキャラより、意外と安いが一番いいのかなと考えております。まあ、金徳がね、ダイナモで重戦車。まあちょっと微妙かなと思うかもしれませんが、この高校のサクセス見てもらったらわかるんですけども、サイドバックってチェイサーを取るために筋力が枯渇しちゃうんですよ。なので筋力ボナーを入れたい。この3体のうち唯一の筋力ボナーの安井くん。うん。入れるべきだと思ってます。まあ安い、まあ筋力足りないなって方は安井を入れてください。確かにゴーダのブレイブダックルは魅力的です。でも、このキャラって精神ボナーがありますので、かなり精神稼げてしまうんですよ。うん。それで精神が溢れてしまうってことが多々ありますので、経験点的なことを話すと、まあ、自分はゴーダより安いの方がいいのかなと考えております。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。